どうも、はしきりさめさめ社会学者リッキーです。今回はコアなファンが多くてたくさんの人から注目を集めるあのサメ、シュモクザメについて解説をしていきます。このシュモクザメについては、ハンマーヘッドかっこいいとか、宇宙人みたいでヘンテコだとか、なんか掃除機みたいとか、いろいろ言われるんですけども、この見た目のインパクトが強いというところで理解が止まっちゃってる人も多いと思います。なので今回は、シュモクザメとは一体どんなサメなのか、なるべく詳しく、そしてわかりやすく紹介をしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。シュモクザメという名前について、そもそもシュモクってなんだよって思う人いると思うんですけども、シュモクというのは仏教で使う鐘を叩くための道具です。見た通りこのシュモクっぽい頭をしているからシュモクザメという名前がつきました。名前の由来が仏具ってなんか古き良き由緒正しい感じがしますね。英語でも似たようなネーミングで、ハンマーみたいな頭だからハンマーヘッドシャークと呼ばれます。ちなみに学術的な議論の中で、この頭のことをセファロフォイルと呼ぶことがあります。論文や海外の図鑑を読むという方はぜひこの単語も覚えておいてください。実際にシュモクザメの頭を見てみるとこんな感じです。顔が左右に伸びていて、確かにハンマー型です。その左右のせり出した部分の端に割と大きな目がついています。そして裏面はこんな感じです。ここに2つついている穴が鼻の穴です。ちなみにシュモクザメを骨だけにするとこんな感じです。ちゃんと頭の中にもハンマー型に骨が入っています。まあ、この動画を見てる方の中には、こんな風にシュモクザメの頭骨標本を作りたいっていう人も多いと思うんですけれども、このシュモクザメがですね、横に張り出しているので冷凍庫のスペースを結構圧迫するんですね。まあ、なので家にシュモクザメの頭があるよっていう人はぜひ早めに処理することをお勧めします。このシュモクザメ、ホウジロザメやジンベエザメと並んでかなり有名なサメなんで、グッズとかキャラクターもたくさんあるんですけれども、実はシュモクザメの仲間が複数いるというのはご存知でしょうか。シュモクザメの話をするときに、なんとなくシュモクの仲間とかハンマーヘッドっていう言葉でまとめられがちなんですけれども、シュモクザメと呼ばれるサメは二属九種の仲間が現在知られています。簡単にまとめるとこんな感じです。分類学上はみんなシュモクザメの仲間ですが、頭がハンマー型ではないサメも混じっています。その中でもこの子は日本語でうちはシュモクザメと呼ばれ、英名もボンネットヘッドとかシャベルヘッドと呼ばれます。確かにハンマーというよりもうちわっていう形をしてますね。ちなみにこのうちはシュモクザメ、初めて単位生殖、つまりメスだけで子供を出産したことが確認されたサメとしても有名です。あと明らかに一匹常軌を逸した見た目のやつがいますが、これも一応シュモクザメの仲間です。ただし他の子たちとは属が異なっていて、英名もウィングヘッドと呼ばれます。もうトンカチを超えて翼になっちゃったパターンですね。このうち日本に生息しているのは赤シュモクザメ、白シュモクザメ、そして平シュモクザメです。まあ、平シュモクザメについては一応記録はあるらしいんですけれども、赤シュモクとか白シュモクみたいに、まあ、見たとか捕まえたっていう話はあんまり聞かないです。水族館でよく見るのは赤シュモクザメです。シュモクザメらしいハンマー型の頭の真ん中およびその左右にへこみがあって、へこみの部分で分けるとちょうど4等分くらいになるのが特徴です。この赤シュモクザメに似ているのが白シュモクザメです。この子は赤シュモクみたいなへこみがないので、そこで一応見分けることができます。英語でも赤シュモクザメはスカルプトハンマーヘッド、白シュモクザメはスムーズハンマーヘッドと呼ばれます。余談ですが、標準和名の赤とか白っていうのは体表面の色ではなくてお肉の色を指しています。まあ、あくまで感覚値ですが、確かに赤シュモクザメよりも白シュモクの方が綺麗な白身だった気がします。お肉の色が標準和名に反映されてるっていうのは魚食文化が強い日本ならではな感じがしますね。シュモクザメがどんなサメなのか簡単に紹介しましたが、このサメについて誰もが抱くであろう疑問があります。それがなぜハンマー型なのか。世間一般で思われている以上にサメにはたくさんの仲間がいるので、すごく平べったいやつとか天狗みたいなやつとか、すごい吸い込んでくるやつとか、本当にいろんなサメがいるんですけれども、その中でもシュモクザメはかなり特徴的な見た目をしています。この姿についてかっこいいっていう人もいるし、ヘンテコだっていう人とかキモいっていう人もいるんですけれども、まあ、良くも悪くも注目を集める見た目なのは間違いないですね。
ではなぜハンマー型なのか、これについてはいくつか説が出ているので少し紹介していこうと思います。説1、視野を広げる。シュモクザメの頭の形は視野を広げるのに役立っているという説があります。シュモクザメの目はそれぞれハンマーの両端についています。目と目の間隔が広いことでより広範囲を見ることができるとされており、実際にこの仮説を支持する比較実験も行われています。説2、嗅覚を向上させる。2つある鼻孔が離れているので他のサメよりも匂いを見つけやすいという説もあります。サメは2つある鼻孔のうちどちら側に強い匂いが流れてくるかを区別できるとする研究があります。これが正しいとするなら、鼻孔の間隔が離れているハンマーヘッドというのは匂いに気づきやすく、そしてどちらの方向から匂いが流れてくるかというのを他のサメよりも正確に判断できるというわけです。説3、獲物の電気を探知しやすくなる。サメにはロレンチーニ瓶という動物が出す微弱な電気を感知するための感覚器官があります。シュモクザメは頭が左右に広い分ロレンチーニ瓶の数が多くてより広範囲の電気を感じることができます。これは砂の中に隠れている小魚やエイなどの獲物をより見つけやすいというメリットにつながります。説4、泳ぐ時の舵取りをする。シュモクザメは頭が T 字に張り出しているだけでなく、人間でいう首に当たるような部分に大きな筋肉があって、他のサメよりも上下左右に頭を大きく動かしやすくなっています。物理学的な説明が苦手なので簡単に済ませますけども、シュモクザメはこの T 字に張り出した頭を動かすことによってより素早く、そして細かく方向転換することができます。シュモクザメが泳ぐ様子を観察していると、頭の角度を微妙に変えることで他のサメよりも機敏に動いていて、その場でぐるっと旋回する動きまで見せます。普通の頭の形をしたサメよりも優れた機動性を持っているわけですね。このハンマーヘッドについては他にも役割があるといろんなところで紹介されていて、一部は根拠が乏しいとされたり実験によって否定されたりしています。確かに物理学的に明らかに違うとされる説もあるとは思うんですけれども、実際はどれか一つが正しいのではなくて、複合的な理由によってあの頭が進化して今も続いているんだと思います。生物の進化を考えるときに、特定の目的にかなった何かの完成形があって進化はそれに向かっていくと考えがちなんですが、実は間違いです。生物の進化は実際はもっと行き当たりばったりで、常に形や役割が変化しています。もともと食べるために使っていた口を使って僕たちはコミュニケーションをしていますし、もともと歩くのに使っていた前足を使って僕たちは今いろんな道具を使っています。サメは歯以外が化石にほとんど残らないので、その進化の歴史をたどっていくのは非常に大変ですが、シュモクザメの頭についても視野を広く持っていたサメが生き残っていくうちにだんだんハンマー型になっていった、あるいは突然変異で急に頭が左右にせり出したサメが生まれて、たまたまそれが獲物を取るのに適していたからその遺伝子が残っていって今の姿になっていった、真相は分かりませんが、そういう感じで進化してきたのかなってこう想像しています。シュモクザメ類には結構大きくなるサメもいるんですけれども、果たして人間にとって危険なのか、これについては大騒ぎするほど危険ではないというのが僕の見解です。確かに赤シュモクザメ、白シュモクザメ、そしてヒラシュモクザメなんかは大きくなると3メートル以上に成長しますが、彼らの顔を見てみると意外に口が小さいです。体が大きいシュモクザメってもうボディがシュワちゃんの腕みたいに筋肉ムキムキで、しかもハンマーヘッドがかなり目立つんで、すごい見た目的にインパクトがあるんですけれども、よくよく見ると体の大きさに対して口の幅がそうでもなくて、しかも歯も確かに尖ってはいるんですけれども、そんなに大きくないです。このような口で何を食べているかといえば、小魚、イカやタコ、そして小型のサメやエイなどを捕食しています。世界最大のシュモクザメであるヒラシュモクザメは特に赤エイの仲間が好みなようで、顎の部分に赤エイの毒針がぶっ刺さっていることもあります。なんか居酒屋でおじさんが使う爪楊枝みたいですね。こうした食性から考えても、シュモクザメの仲間が餌として人間を攻撃する可能性は極めて低いです。シュモクザメが危険なサメだとされてしまう理由を僕なりに推測してみました。まず世間にはサメは人食いモンスターだという極端な偏見があります。それでシュモクザメは見た目が特徴的なサメで有名なので、テレビとか映画が登場するサメのバリエーションを増やしたいときに追加されがちです。
そしてテレビや映画がサメを出すときは、大体サメが人を食うときなんで、シュモクザメもホウジロザメたちと一緒にサメイコール人食いの偏見の中にまみれてしまっているんだと思います。しかし何度も言うように、シュモクザメは特別危険なサメではないです。日本でも三小本島や与那国島などでシュモクザメの群れをダイビングで観察するツアーが大人気です。大群で泳ぐシュモクザメのことをハンマーリバーと呼んだりします。一応シュモクザメのものとおぼしき襲撃事故も起こってはいるようなんですけれども、レアケースと考えて問題はないと思います。大型の野生動物との遭遇には一定のリスクが常に伴うので、シュモクザメに限った話ではないです。むしろ先ほど紹介したハンマーリバーが見られるダイビングスポットというのは、かなり水の流れが速いそうなんで、シュモクザメに襲われるとか以前の問題に、そこで流されて帰らぬ人にならないように注意が必要だと思います。僕もダイビングの経験は浅い方ではあるんですけれども、経験がある人ならなおさら海で怖いのはサメではなくて海そのものだと分かってくれるのではないでしょうか。サメは種によって様々な方法で子供を産みますが、シュモクザメは母体依存型胎生、つまりお腹の中にいる時にママから栄養をもらってママのミニチュア版まで育ってから生まれてきます。シュモクザメはその中でも胎盤を作るタイプのサメです。まずサメの赤ちゃんは卵黄、正確に言うと外卵黄嚢という袋に入った栄養で成長します。そしてその栄養を吸収した後、外卵黄嚢だったものが伸びていき、母親の子宮の壁にくっつきます。するとそこで血管がつながり、胎盤が形成され、母体から直接栄養をもらってさらに成長していきます。胎盤を作るサメについてここで初めて知った人はもうこれだけですごいと思うかもしれませんが、シュモクザメについて思うのが、産むとき大変じゃないのかなっていうことです。まあ、例えば人間って胎生の動物の中でもかなり難産ならしいんですよ。まあ、それはこの骨格とかこういろんな構造とかもあるんですけれども、胎児の頭がでかいっていうのも理由の一つなんですね。まあ、それ考えるとシュモクザメって頭が左右に張り出してるので、産むときかなり大変そうというか、そもそもあれで産めんのかっていうね、疑問が湧いてくると思います。では実際に子宮に入っているシュモクザメがどんな状態になっているかというと、こんな感じです。頭がちゃんとハンマー型で、しかもぎっしり詰まってます。これは 2.5 メートルほどの白シュモクザメの子宮なんですが、2つある子宮に合計30尾近くの赤ちゃんが入っていました。それぞれの赤ちゃんの胸びれあたりからちゃんとへその緒が伸びています。これだけの数のトンカチ頭を産むのってかなり大変そうな気がしますが、実際に子宮の中にいた赤ちゃんの頭を触ってみると、制御に比べると頭がかなり柔らかいです。そしてサメによって頭から生まれるか尾びれから生まれるかというのは決まっているんですけれども、シュモクザメは尾びれの方から生まれてきます。まあ、こんな風に出産しやすいようにちゃんと体ができているっていうのは本当すごいですよね。生物を救ったのはあくまで神ではなく進化ですが、まあ、こういうのを勉強すると、まあ、神の存在を信じたくなる人の気持ちも多少わかる気がします。以上がシュモクザメの紹介でした。まあもちろんね、今紹介したようなこと以外にもたくさんいろいろとね、情報はあるんですけれども、まあそれを全部詰め込んでるとキリがないので、今回はシュモクザメっていうこう大きな括りでざっくりと紹介をさせていただきました。まあ、今後ね、ヒラシュモクザメというサメについて分かった面白い研究の結果とか、あるいは、シュモクザメの一部が絶滅の危機に瀕しているとか、まあ、そういうね、こう人間との関わりとかの面でも、まあ、いろいろと紹介をできたらなと思っています。まあ、他にも情報とか素材がある程度集まったら、サメの紹介をどんどんやっていくつもりなので、もしね、紹介してほしいサメとかいたらコメント欄に書いてくれると嬉しいです。だいぶ前にイタチザメのリクエストをコメント欄でもらって、で論文とか調べてるうちになんか突っかかって挫折しちゃった覚えがあったんで、ちょっとそろそろね、イタチザメの紹介とかもやろうと思っています。まあ、こんな風にこのチャンネルでは海の生き物を中心に生物の生態とか環境問題についていろいろと発信を行っているので、こういうのを一緒に勉強していきたいよという方はチャンネル登録、高評価、あとツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよならばか。バイバーイ。